ジア・ケイシャ・ストレインは、アメリカ・マサチューセッツ州チコピー出身のデスコアバンド。多くのメンバーの編成を経て、オリジナルメンバーは、ボーカリストのビンセント・ベネットのみとなっている。現在の所属レーベルは、ライズ・レコード。今日に至るまで7枚のスタジオアルバムと2枚の、スプリットをリリースしている。スプリットのうち1つは、ロイヤル・トゥー・ザ・グレーブとのもの、もう1つは、ディス・ワォー・ザ・アポカリプス。 ウォーフロム A、ハーレッツマウス、アグレッシブドッグス、そしてファクトが参加している。従来より、名物プロデューサーのアダンダ・トカビッチ及び、ズスと共に活動している。2009年12月、スティルボーンフェストにおいて、ヘイトブリードのサポートを、クローバー、ザ・カジュアリティーズ、ザ・イ・ウィル・ビー・イ・ドーンと共に行う。2010年2月16日、DVD 作品、ザ・モースト・ノーン・アンノーをリリース。 その後、ワープドツアー2011に w e ーケ m e As r o m a n ット Set y o u ウ Goals, Wind of Plague, Miss m と共にアドベントクロージングステージで出場。2012年4月17日、ライズレコードに移籍。2012年10月の新アルバムのリリース予定を告知した。同4月25日、秋発表の新アルバムから先行して、 サーバント・イン・ザ・プレイス・オブ・ツ・ルースをデジタルでリリース。8月10日、新アルバム、デス・イズ・ザ・オンリー・モータルの収録曲目を、自身の Facebook ページ上で発表したが、先日の、サーバント・イン・ザ・プレイス・オブ・ツ・ルースは含まれておらず、後に、ギタリストのダニエル・ラス・キュークスはアルバム用のシングルでは、ないとした。9月6日、デス・イズ・ザ・オンリー・モータルより、 ビクティムズ・オブ・ザ・ケーブのリリックビデオ、ライズ・レコードの YouTube チャンネルで公開。10月9日、デス・イズ・ザ・オンリー・モータルリリース。11月、イギリスで、ファン、エス・アープドツアー出場及びアーキテクツのサポート講演を行う。11月27日、バンドが転覆事故に遭い、ベール・オブ・マヤとの共同ツアーを棄権した。2013年5月18日、 ダニエル・ラス・キュークスが自身のフェイスブックページ上で脱退を宣言。6月4日、新たにギタリストとしてデビン・シデーカーとリチャード・ゴメスが加入。2014年8月12日、セブンスアルバム、コーマ・ウィッチのリリースを発表。同アルバムより先行シングル、コータライザーをリリース。10月14日、コーマ・ウィッチリリース。2015年5月23日、 ザ・サマースローターツアーへの出場を告知するとともに、ベーシストのジャック・ストロングの脱退と公認のグリフィン、ランダの加入を公表。2017年6月30日、エース・グレーブ・ブルームリリース。オールミュージックは、バンドの音楽性について、骨を砕くようなリズムセクション、目視的なサンプリング、そして、ユニークなトリプルギターの強襲が、ハードコアパンク、ノイズ、デスメタル、 ドゥームメタルといった彼らの音楽的影響を伺わせると特徴づけている。同サイトのワームウッドのレビューではセパルトラやパンテラのごとく抑えきれない衝動の記憶を糧に無骨で止まることのないジャガーノートをこの世界に解き放っていると綴った。元ベーシストのジャック・ストロングは彼ら自身の音楽性についてハードコア影響下のメタルと言及した。 ボーカリストのヴィンセント・ベネットは、デスコアは新しい形のニューメタルだが、そんなの、クソくらいだ。そしてもし、俺たちのことを、デスコアと呼ぶような奴がいたら、俺がそいつをひどい目に合わせてやる。と、デスコアのレッテルを貼られることに強い抵抗感を、示している。歌詞は、ボーカリストのベネットによって書かれ、主に人間不信やニヒリズムが題材となっている。また、 ミソジニーや性的盗作のイメージを盛り込むことがあるが、大抵の場合、曲全体の意味合いが解釈の余地を残す範囲での比喩表現に留めている。彼らがインスピレーションを受けたものとして、ダウン、バッドレリジョン、ブラックフラッグ、シック・オブ・イット・オール、マッド・ボール、マイナ・スレッド、アグノスティック・フロント、カニバル・コープス、モービット・エンジル、エ t ティー・ザ・ゲーツ、 パンテラ、セパルトラ、ザブラックダリアマーダー、モーターヘッド、スレイヤー、エクソダス、メタリカ、ナインインチネイルズ、アリスインチェーンズ、キャトルデキャピテーション、アナルカント、ディスパイズドアイコンなどがいる。EP シングルでも DVD。ありがとうございます。